ワンピースのカール・シュランツとツーピースのウラジーミル・プーチンスキーウェアはスキーやスノーボードの際に衣服の一番上に着用するスーツ。スノーボーダー用に作られているものもあるがほとんどはスキー、スノーボードのスタイルを問わずどちらにも使用される。よりカジュアルなものは子供たちが冬の日常のアウターとして着用することも多い。防寒具としてはもとより一般のスキーヤーの間では ファッションとしての要素も合わせ持つ。かつては蛍光色や原色などの雪の白に対して映える色使いが主だったが、近頃はスノーボーダーの影響からか、ストリート系、ルーズファッションと呼ばれる街に,に近い方が流行している。近年のスノーボーダー用ウェアの普及で、デザインの共通化も見られることから、スキーウェアとの区別がつきにくくなりつつあるが、 通常のスキーウェアのパンツ部分については一般的に裾の内側に比較やプラスチック等でできているエッジガードと呼ばれるその名の通りスキーのエッジでウェアの裾が切れない構造となっているものが取り付けられているウェアによっては硬い雪面等から身を守れるよう堅牢な作りとなっているものやプロテクターが組み込まれたものもあるまたユニフォームとしての側面から アルペン競技のジュリー等関係者、基礎スキー大会の公認スキー検定員による、イグザミナー等関係者、公認スキー学校のスキー指導者、スキーパトロール、その他のチームや団体等では統一デザインとしたスキーウェアとなっていることもある。オーストリアのプロスキーヤーのレーシングスーツレース時に着用されるウェアである。空気抵抗を減らすため、ポリウレタンコンボ等の薄い伸縮性生地を用い、 体に密着するように制作される。表面はカレンダー処理等の方法で高い平滑性を持たせたり空気の流れを整えるためのパターンが着用時に浮き出るような特殊な加工が施されることもある。テレビジョン中継等各種メディアへの露出度が高いことから各チームの個性を演出すべく、 目立つデザインのプリントがされている場合が多く、選手のスポンサー企業のロゴなどがあしらわれることもある。通常上下一体のワンピース型であり、レーシングワンピースとも呼ばれる。その本性はスキーが行われるような環境で、着用するには全く不十分であり、スタートの直前までは防寒用のスキーウェアをレーシングスーツの外側に重ね着しておくことが普通である。 スーパー大回転、大回転、回転競技用のスーツには、ポールへの衝突から体を保護するプロテクターを組み込んだものもある。1970年代には表面をビニールコーティングしたスーツが用いられていたが、スピードが出すぎて危険なこと、また汗が内部から乗算せず、皮膚障害の原因になりかねないことから、国際スキー連盟により通気性のある素材を、 用いなければならないルールが制定された。重要な公式大会の格好、スーパー大回転、大回転競技では、あらかじめ FIS による通気性等のテストを受け、プロンプと呼ばれる合格証を取り付けたスーツでなければ着用できない。プロンプが不要の回転競技では、ツーピースタイプのレーシングスーツを着用する場合もある。主に競技用、時の硬いや、 ターンする際のポールから体を守るために装着する。すね当て、電部、大体部、下半身全体を防護する、もの、全身を防護する、鎧のようなものまで様々。ウェアの下に装着し、外見ではプロテクターが目立たないタイプも普及している。一般向けには、初心者や小児の怪我防止に、簡易な膝当てなどが使用されることがある。ありがとうございます。